渡辺久信監督、西武打線は組みしやすいと投げられている感じがした。監督代行は投手心理としたら、相手の投手は西武打線を見ると組みしやすしと思うのか、余裕を持ってマウンドに上がられている、もう少しいやらしい打席を増やしていかないとと分析した。借金は21に膨らみ、11日からは広島 DeNA を迎えての本拠地6連戦で交流戦を終える。どう戦っていくかというのがすごく大事になってくる。このままだとシーズンが終わってしまうくらいのところに来ていると思うから、しっかりやっていきたいと監督代行、救世主の出現が待たれるところだ。オープン戦でももうちょいマシな打線だったやろ。6月に打点2桁のスタメンが1人って史上初だろ。てか鍋球めっちゃ老けたね。画像びっくりしちゃった。阪神の真似して源田を4番にすべき。これ入場料払ってみるレベルか。これを応援しに所沢まで行くやつの気がしれん。中島拓也みたいなやつが外野にいればな。渡辺っておかわり山川の系譜みたいな選手おったやん。あれあかんのか。うんこ並べて組みしやすいもしにくいもねえわ。誰が相手でも打てねえやん。なんで補強しないのこのチーム。ヤクルト戦見てて思ったけど、鍋球系統のセンスなさすぎやろ。和夫が復帰した方が打てるんじゃないか。というか成績あるのに勝てないならわかるけど、これ監督云々よりコーチとフロントのせいちゃか。ご視聴ありがとうございました。